小英華は、上海生まれのシャンチーの特級大使である。原石は、チャンスウシオ城。機械では、コ司令と呼ばれる。少年時代は、東国中、女体系に支持した。1950年代以末に、上海市の成人の臓器大会に参加し、良好な成績を収めた。1960年代初めに、全国大会に参加し、わずか15歳で、 個人部門での優勝を果たした。1979年までに10回の全国優勝を果たし、10連覇と称された。1983年、1985年、1997年、2000年も全国チャンピオンとなり、最年少記録と最年長記録を保持している。1980年代には5羊杯で5度の優勝。 1988年には第1回の起王,王となった。上海は5度の全国優勝を果たした。1980年から1990年の間にアジア杯を5度制し、1990年には第1回の世界臓器選手権では中国チームの一員として優勝した。1984年第1回の七聖杯。 中国臓器国際トーナメントで優勝した。1991年、1993年は第5回、第6回の素性指名手大会で優勝した。1982年に臓器特級大使の称号を得た。1988年に特級国際大使の称号を得た。1982年、1991年の2度、中国国家大尉から、 体育運動栄誉、進む賞を授与された。儲きを非常に得意とし、また、盲目車輪戦も得意とした。これは、文化大革命の期間、臓器チームの活動が停止し、自己鍛錬に没頭したためである。豊富な知識と読みの深さ、正確さによって、14人と同時に臓器を打つことができた。1977年には、マカオで儲きのパフォーマンスを行い、 同時に4人の騎士と対戦し、2勝2分の成績を収めた。飛走局、ハキューバ、ジ手法などの戦法の発展に寄与した。ありがとうございます。